ーディ。もしもーし、もしもし、お耳はこっちに傾けてね。約束ね。稲葉ハネルの独占タイム。どうもー、 VTuber の稲葉ハネルです。アプリオーディから配信中、稲葉ハネルの独占タイム。番組ハッシュタグ独占タイムでの感想や実況もお願いいたします。今日はね、大事な配信ですよ皆さん。今日の配信の後半で私から、そして番組から、大事な大事な特大なお知らせがあります。いや、これはね、絶対にみんな喜んでくれることなので、本当に期待して楽しみにしていていただきたい。最近また暑くなってきましたね。なんか手術でさ、入院して、その後しばらくあんまりさ、外とか出なかったから、その後なんかあんまり暑さ味わってなかったんですけど、まあ、ここ最近お外にね、行くお仕事が増えてきて、今日もここに来るのマジで暑かった。みんなどんな感じですか？でも最近外歩いてると、ちょっと浴衣の女の子いるよね。それだけがいいところです。はい、というわけで今日はこのコーナー行きましょうか。ダマテンお悩み575。誰にも言えなくて悩んでいることを575の川柳にして送ってください。私が下の句77を使ってそのお悩みに回答します。というわけで今回もね、いろいろいただきました。どれから読もうかな。じゃあ最初のお悩み、こちら、ラジオネームピロさんのお悩み。よく刺さる、家族構成費、独身子供なし。これ独占タイムにね、メッセージ送る時のメッセージ応募フォームにあるんですか、その家族構成費なんてのが。独身かどうか書かされるんですか？子供いるかどうかも？なんて残酷な、年齢を書くだけでもなんて残酷なと思っていたのに、家族構成費と独身かどうか、子供かどうかまで書かされるんですか？東京 FM のメッセージフォームがそういうルール。東京 FM はもう多分上の人がリア充しかいないんでしょうね。なんかもう社会適合者しかいないから、そんな残酷な発想を思いつくんでしょう。じゃあ子同士の人は、例えば56歳会社員、母父みたいなの書いてあるってこと？まあ、独身とかそういう書き方かな。独身とか書いてあるってこと？なんて残酷だねえ。いやー、その点 YouTube はいいですね。名前とアイコンだけで済みますからね。良心的ですね。いやいやいや、でもね、これ私いつもそういうのでなんかさ、アンケートとかで家族構成費書かされるじゃん。そういう時いつも3人暮らしって書いてます。はい、子供2人って書いてます。うちね、子供いますから。小麦子ちゃん、きなこちゃんっていうね、2人子供いますので、今幼稚園行ってます。ちょうどいつもラジオの時幼稚園行ってもらって、帰りにね、お迎えに行くんですけど、はい、トイプードルですけどね。じゃあお返事しましょうか。かさ増しできるよ、ペットを飼えば。ぜひペットを飼ってかさ増ししてください。では続いて、ラジオネーム夜間でプリンさんのお悩み。新域のアーカイブ見る時間ない。新域リーグ、いつも楽しく応援させてもらっており、大舞台で活躍しているねるちゃんの姿に、この1年での大きな成長を感じて感動しています。それはそれとして、パブビュー行ってねるちゃんの配信見て、ヘラクレスの楽屋配信見て、リューシエントキラメちゃんの配信見て、ククの配信、グラディウスの応援配信見て、センバッション応援配信見てと、とてもとても時間が足りません。倍速でもきついですし、一体どうしたら、助けてー。それはやっぱりあれだね。ああ、難しいね、確かに。
でもそれあれなのかな、みんなそうなのかな。私も実際自分がね新規リーグ出る立場ですけど、出た後あの自分の出ていた時どんな感じだったかっていうのを、勝った時だけ、勝った時だけあの各配信めっちゃ回ります。負けた時は見に行かない、悲しいから。だからここ最近ちょっと負けてるんでね、見に行ってないんすよね。どんなこと言ってんのかな。なんかしかも私のね所属するヘラクレスは余裕の1位通過で、いろんなねチームのファンの人から負けろみたいな感じだったから、なんか見ていて心痛くなっちゃってさ、見なかったんだよね。あーなるほど、倍速でもきついのか。じゃあもうあれしかないんじゃないですか。じゃあお返事いきましょう。今回だけだぞ、二窓三窓。しょうがないな、今回だけだよ。普段は許しませんけど、そういう時は二窓三窓、複数のね配信を同時に開いてみてもいいんじゃない、しょうがないもんな。じゃあ続いてラジオネームのなめさんのお悩み。眠れない、作業してたら朝5時だ。普段からたまにあることなのですが、私は日々いろいろな趣味の作業をしておりまして、それに熱中すると時間を気にせず進めてしまうので、気づけば夜が明けていることがよくあります。でも会社員って書いてあるけど大丈夫それ、お仕事とかは。もう私はねもうこんないつも日常チャーハンなんですけど、私はもうほぼ毎日これですよ。朝5時大抵。今日ラジオあるっていうのをうっかり忘れていて、こう集中してずっと作業していたら、気づいたらなんか朝6時半とかで、ね、やばいやばいって言って急いで寝たんですけど、だからもうほんとギリギリまで今日寝てきました。ね、でもみんなはちょっとやっぱ社会的合してる方が多いでしょうから、ちゃんと朝ね、出勤する方が多いでしょうし、朝5時にさ、寝てそっから準備してさ、なんか仕事辛くないの？ちなみに私は結構睡眠不足に強い方でして、3徹ぐらいまでだったら全然パフォーマンス落ちないタイプなんですが。ね、でもちょっと心配ですね。暑いからね、熱中症とかなりやすくなっちゃうし、気をつけて。はい、じゃあお返事いきましょうか。あなたの推しも同じ時間だ。私もね、いつも同じ時間に寝てますよ。というわけで、引き続きあなたのお悩みを募集してます。575の川柳で送ってください。さあ、どうですか皆さん。準備はよろしいですか？お待たせしました。ここで番組から大切なお知らせがございます。なんと、なんと、稲葉ハネルの独占タイム、初の番組イベントを開催します。うわー、いやー、なんか感慨深いですね。番組スタートするときに、そうイベントやりたいって私すごく言っていたんですけど、いやー1年も経たずにやることができますよ。結構ね、いろんなね、ツイッターとかコメント欄とか見てると、多分公開収録やるんじゃないの？みたいな、そんな予想ばっかだったんですけど、いや、それを超えてきましたね。番組イベントやりますよ。はい、イベントのタイトルも決まりました。タイトルは、芋栗沙太郎プレゼンツ、インドモノオフ会 in 東京 FM ホール。ファンのみんなを独占しタイムです。はい、今回のイベントはリスナーさんが参加できる企画を考えております。そしてハッシュタグは私が考えました。独占しタイム、独占漢字、しひらがな、タイムカタカナ。そしてプレゼンツっていう冠がついてるのわかると思うんですけど、いつもお世話になっております芋栗沙太郎様がなんと番組のこのイベントのスポンサーになってくれました。ありがとうございます。いやー、私がね大好きな福島メーカーの芋栗沙太郎っていうお菓子があるんですけど、東京でもね日本橋とかで売ってるんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。なんとその芋栗沙太郎様が
イベントのスポンサーになってくださるということで、いもくりさたろうプレゼンツとドドーンと乗っかりますからね。いやー、ありがたいですね。そして皆さん気になりますよね、いつやるのか。重要な日付ですが、10月21日土曜日、昼の部、夜の部の2部制です。昼の部はお昼2時スタート、夜の部は夕方6時スタートです。場所は東京の半蔵門にある東京 FM ホールです。そしてなんと、このイベント、ただのイベントじゃございません。なんとですね、リスナーの皆さん、あなたと私稲葉ハネルのツーショット会がついてきます。うわー、嬉しいね。もう接触イベントに味しめちゃってハネル楽しくてしょうがないから。はい、なんとリスナーさんのあなたのスマホで私とツーショットが撮れます。なんかでかいさ、あの一眼とかいうさ、あのでかいカメラ、あの高価のやつね、ああいうのは使えませんので、はい、スマホとか、ガラホって何？書いてあるけど、ガラケーの形をしたスマートフォン、ガラホっていうのって知らなかったわ。はい、スマホ、ガラホ、ガラケーは OK って書いてあるわ。らしいよ、みんな。はい。そして、チケット価格は、ツーショット撮影会の参加費込みで、税込み5000円です。おー、安い。5000円って。じゃあ、5000円払えば無料ってことじゃん。すごいね。ちなみに iPad はダメなのかな？どうなんだろう、確認しましょうかね。タブレット OK かどうかじゃあ確認しておきます、皆さんいつかの配信で言いますはい。そしてなんとなんと、チケットの販売日ですが、今日8月25日金曜日夜7時から販売スタートしちゃいます。まずはオーディープレミアムの会員の方のみが購入できる先行販売を行います。こちら先着順となりますので、プレミアム会員の方はぜひお早めに。まだ会員じゃない方、先行販売再開したいよって方は、今からプレミアム会員になれば大丈夫ですからね。はい、ではプレミアム会員の方の購入方法をお伝えします。まずアプリオーディをインストールしてください。はい、いいですね。そしてオーディにプレミアム会員としてログインしてください。まあ、このね、ログインメールアドレスとかが大事みたいだから、必ずログインしてね。そして、稲葉のハネルの独占タイムの記事ページに、チケットの購入リンクを記載しておきますので、その URL をタップして購入してください。プレミアム会員しかこれ見えないってこと？そういうこと？うまくできてるね、プレミアム会員になるようにね。いやー、うまくできてます。私にとって得しかないですね。そして、オーディープレミアム会員先着先行販売は、8月25日金曜日夜7時から、9月7日木曜日いっぱいまでです。結構あるね。じゃあみんな、なんか、クレジットカードの番号入れなきゃとか、なんかね、今、車で急いでやらなくて大丈夫だから、ちゃんと家に帰ってね、落ち着いたところでやってください。あ、でも、先着なのか。じゃあちょっとどっかで止めてやった方がいいかもしんないわ。はい、チケットは在庫ってところで販売します。またチケット一般販売は9月8日の金曜日から行います。なお今回配信とかはありません。現地のみのイベントとなっております。ぜひぜひ皆さん会いに来てください。というわけで、10月21日土曜日、番組イベント、いもくりさたろうプレゼンツ、インドモノフ会 in 東京 FM ホール、ファンのみんなを独占しタイム開催。昼の部はお昼2時スタート、夜の部は夕方6時スタートです。場所は東京半蔵門にある東京 FM ホール。チケットは今日8月25日金曜日夜7時から、OD プレミアム会員限定の先着先行販売。価格はツーショット撮影会の参加費込みで、税込み5000円。チケットは在庫というところへ販売。今回そして配信はありません。現地のみのイベントです。詳細や購入リンクは番組サイトの記事ページをチェックしてください。おそらくこの後ね、ツイッターとかでもね、いろいろね、詳細出ると思いますから、皆さんいろんなところチェックしてみてください。
そしてなんかこうイベントとかでやってほしいこととかあればメッセージ送ってくれると嬉しいです。みんな拡散してくださいね。チケット自分で使えたらね、すぐ拡散してください。やっぱこれでね、好評だったらまた2回3回とやっていけて、さらにどんどん豪華になっていくかもよ。楽しみですね。最後に私からお知らせがあります。8月27日日曜日14時から稲葉ハネルの YouTube チャンネルにて第7回学力テストバカチューバーは誰だ7シンク最強決定戦を開催いたします。いやー、7シンクのすごいおバカなメンバーをねいっぱい集めましたので、そこから最強を決めようと思ったんですけれども、それに加えてディフェンディングチャンピオンのドットライブ大和伊織ちゃんも参加してくれます。今回はね、私がね5教科全部問題を作ったんですけど、その5教科の問題をみんな手書きで書いてもらっておりますので、いやーちょっと過去最高の出来ですよ今回。皆さん楽しみにしていてください。さあ、この後は OD プレミアムで配信している独占タイム稲葉の物置小屋でお会いしましょう。 OD プレミアム限定でメッセージが採用された方の中から毎回1名様に直筆筆文字色紙プレゼントしています。ぜひぜひ稲葉の物置小屋に遊びに来てメッセージ送ってください。それじゃあまたねー。